エリソミケスエリスミセスは毛カビ目のカビの一つ。二差分子の胞子の脳柄に少数の胞子を含む小胞子脳をつける。タイプ種であるイーナマラスに即して記す。現時点では本属はこの種のみを含んでいる。まず大まかな特徴としてベニーベンジャミンデ族の特徴として示されたものを挙げる。よく発達した菌止体を形成し、胞子の脳柄は 質禁止から出て立ち上がり先端に向けてにさあるいは三つ股に分子を繰り返す最後の枝の先端には短い柄のある小胞子脳を頂き生あるいは側わなまする小胞子脳には柱軸があり複数の胞子を含むまたその壁は崩れない胞子の胞子は球形から円柱型まで表面は滑らか接合胞子脳は 球形から球形でその壁は着色し、円錐形の突起に覆われる。指示柄はほぼ同型で対抗する。以下、より詳細に示す。不正菌で、通常の培地で培養ができ、菌止体はよく発達する。合成無効る培地上、摂二26度での培養では、コロニーは10日で、直径 8.5cm に達し、菌止は密生し、当初は、 白いがすぐに明るい海緑色から暗い海緑色に変化し、時間が経つと明るい緑灰色になる。無性生殖は、小方子脳の胞子脳胞子により、大きい胞子脳は形成しない。胞子脳柄は、無色透明から明るい黄色で、背丈は1ミリメートルほどまで、径は10から15マイクロメートル前後あり、不規則に仮軸上に分子し、 時間が経つと隔壁を生じ、先端の分子より、下の部分では、外壁は滑らかになっている。この柄は不規則に仮軸上分子をしており、その先に短い枝が出て、その枝は4から5回にわたり2差、あるいは3差の分子をする。これらの分子は、下から上に向かって、次第に短いものとなっており、最下のものでは、枝の長さは40から250マイクロメートル、 太さは3.5から8.5マイクロメートル。最後のものでは、長さ3.2から18マイクロメートル。太さ3.2から4.5マイクロメートルとなり、その先に、あるいは側面に1から7個の小耗指納をつける。小耗指納は短い柄があり、この柄は、長さ2から4.5マイクロメートル、計約1マイクロメートルで、先細りの形になっており、表面は滑らか。消耗指納は、 球形から球形で、計8から13マイクロメートル。表面は滑らかで無色。柱軸は球形からドーム型で、滑らか、計2から5マイクロメートル。消胞指能は、柱軸と柄の一部を含むか、あるいは含まない形で切り離される。消胞指能には12個かそれ以下の胞子の胞子が、含まれる。胞子の胞子は球形から卵型。 角張った卵型、やや円柱に近い形のものまであり、3.2から9マイクロメートル2.5から6.5マイクロメートルでまとまると無色から灰色を呈する。また内部は下流状で小さな油滴が含まれる。また厚膜胞子をよく作り、それらは気質内の菌糸や露出した菌糸に形成される。膜は薄く、形は球形から卵型、円筒型などで、 単独に、あるいは砂上に連なって、近視の先端に、いただきなまするか、介在的に形成される。その大きさは、非常に変異が大きいが、大部分は4から20マイクロメートル4から30マイクロメートル程度である。有性生殖は、接合法指納の形成による。自家は合成であり、単独株で、よく接合法指納を形成する。接合法指脳は、 球形から空球形で、径は表面の突起を含んで40から55マイクロメートルほど。表面の壁は赤っぽい褐色で透明になっており、凹凸の多い突起に覆われており、この突起は高さ6マイクロメートルにまで達する。指示柄は透明から淡い黄色になっており、長さ5から20マイクロメートル、太さ11から17マイクロメートル。分布域は北アメリカの それもカリフォルニア地方に限定されているが、この地域内では広く分布しているものであり、ベニーベンジャミンは本種の研究に用いられた株を相当数示している。糞や土壌、樹皮など様々な気質から分離されているが、種として、糞、との声もある。糞としては、ネズミの糞からの分離数が多いが、トカゲの糞から分離された例もある。なお、最新のものでは、 その生育環境として、ネズミとトカゲの糞と限定的に記されている。二差分子を繰り返す、小胞子の尾柄の先端に、少数の胞子を含む、小胞子の尾をつける、という点でよく似たものに、枝毛カビ族サンニディアムがある。本種は当初はこの属のものとして記載された。これを別属とみなし、本属を記載したベニーベンジャミンによると、以下の点での違いが重要だという。 枝毛カビでは、胞子脳柄はその主軸が分子することなく、主軸の側面に出るにさ分子する枝には、小胞子脳をつける一方、主軸の先端には、大型の胞子脳をつける。ただし大型の胞子脳はつけない場合もあるが、本属のもののように主軸が仮軸上に分子して、それぞれの先端に、小胞子脳の群をつける、というものとは多分に性質が違う。また、 枝毛カビの主軸が硬直であるのに対して、本属のそれはより軟弱なものである。小胞子の尾に差分子する、小胞子の上田につける、というものには、他に、サムノスチルム属サンラスタイロムの一つ、ティーラポーンがあるが、この種では、主軸先端に大きい胞子の王をつけるほか、捕腹禁止を伸ばすなど多くの違いがある。他方、全然形態的に異なるものでありながら似て見える。 物に鳥持ちカビ目の枝カビピプトザファリスがある。枝カビは細長く普通は分子しない主軸の先端が繰り返し2差、あるいは3差分子し、その枝の先端に普通は小さな、板ただきの表面に細長い分節方子脳を多数並べ、その形は針山のようなものである。つまり、2差分子以外には共通点がないのだが、 この属のものの一定数では多数の分節方子脳が一つの液滴に包まれてしまう。すると細かく分かれた枝先に丸い水滴がついているという姿になり、さらに分節方子脳が成熟してバラバラになるとまるで丸い方子の塊が先端についているような姿になる。また、主軸の形は粉状に多数のカビが伸びた姿では見分けにくく。 に差分子の部分だけが目立つことになる。こうなると、本属のものとこの属のものはひどく似た姿となる。なお、イーナマラスに見られるように、気質内禁止気質上禁止の両方に、多数の圧膜胞子を作ることも結果微目では他に、見られない特徴であるという。本属のタイプ種は、ヘシルティンとアンダーソンによって1956年に、記載されたが、この時には、 枝毛カビ族のものとの判断から、サンニディアムナマラムとされた。しかし枝毛カビ家全体の見直しの中で、ベンジャミンらは、蒸気のような判断から、この種を独立族として、本族を記載した。なお、俗名はこの分野で著名な菌類学者であるジョン・ジェイリスに、懸命されたものである。これ以降、本族の種は新たに記載されていない。他方、 族の所属に関しては記載の実験では特に議論のないままに枝毛カビ化とされた。これは分子した枝先に小数方子の小法子脳を付け、接合方子能が毛カビミュコウに類する形式のものであるものを枝毛カビ化とするとの判断に基づく。これはこの時点までに行われてきた無性生殖と有性生殖の器官の特徴を用いた分類体系によるものであった。 しかしながら、分子系統による情報がこれらが真の系統関係を反映していないことを示し、大きな見直しが行われた。ホフマンへ通るによると、本族のものは、系統樹の一番奥、極めて多彩な属種の入り混じったクレードに含まれ、これが、ケカビカミルコディシとされている。詳しく見ると、本族のものは、ケカビ族の種である。 エムセルコネロイデスやエムクタニディウスなどと同じクレードに含まれている。さらにこのケカビ属のエムセルコネロイデスと、本属を含むそれに類縁とされる群について詳細に調べた結果によっても、本属のものとこれらのケカビ属の種とがやはり近縁であるというよりこの群の系統樹の真ん中に入り込んでいるとの結果が得られている。 もちろん本属の特徴は一般的な毛ビ属の特徴、大型の放射能のみをつけるというのとは大いに食い違うのであるが、ここで興味深いのはエムクタニディウスという種の存在である。この種は直立する放子能柄の先端に大型の放射能をつけ、その軸の側面から短い細い枝を出して小放射能をつけるというもので、そのために最初の記載では、 枝毛カビ属三ニディアムクタニディアムとされ、後にバクセラ属バカセラに移されたことがあるというもので、つまり禁煙な軍に商法指導をつけるものが存在していることになる。ただしこの種の系統樹の上での位置は、この軍の一番基盤で分子し、他の全種に対して姉妹軍を成すということになっている。なお、この研究では、上記のような結果を得た上で、本属を属として維持する。 との判断を示している。ベニーベンジャミン P330 以下、ベニーベンジャミン P330 以下、ベニーベンジャミンプ330から332ただし図では表面に下流が並んでいるようになっている。以下、ベニーベンジャミン P332 ベニーベンジャミン P332 ベニーベンジャミン P334 ベニー2020年2月15日閲覧ベニーベンジャミン P332 ワーグナーエートール P84 この段はベニーベンジャミン P332 から333ベニーベンジャミン P314 から317ハットベニー2020年2月15日閲覧ベニーベンジャミン P334 ベニーベンジャミン。PP330 ベニーベンジャミン。P303 ホフマンエトール。P69 以下。ワーグラーエトール。ありがとうございます。